英語だけ大社会するのにミスを入れて謎や疑問を徹底的に解明する人類、あ、じゃあ、ストリーミングをこっち開始してないので、もう一度。はい、ということで皆さんこんにちは。改めましてこんにちは。複雑に入り組んだ現代社会するとメスを入れて、なぜや疑問を徹底的に解明する人類予備校の時間です。次回は私、人類予備校塾長でございます。よろしくお願いします。ということで、皆さんにね、まず第一に言いたいことは、このね、僕の一応ここのチャンネルのここのコメントなんですけどね、コメントのところでですね、今回の、選挙戦の議論になるかどうかわからへんけども、言い合いしてますんで、言い合いしてますんで、言い合いに参加したい方、覗きたい方、ぜひね、これのコメント欄を注目してください。もう動画はね、もうすでに見てると思うのでいいので、ちょっとここでね、論戦が始まりかける機運があるんでね、よかったら、見てください。言い合いです、ただの。もうただの言い合いなんですけれどもね。ちょっと始まりかけてますので、ぜひとも、見ていただけたらなと思います。まあ、毎回食いついてくる人なんでね、毎回食いついてくる中、私がこのように的確な判断、反論してますので、まあ、見ていただいて、まあ、皆さんもね、こういうふうな、反論があったときにどう返せばいいのかなっていう模範回答をですね、僕が並べて書いていきますんで 使っていただければいいのかなというふうに思っています。まあ、そういうことで、シールズ関西のね、なんか凱旋とかも一応ね、動画で見たんですけれどもね、なんか安保の時よりかはそんな盛り上がってないね。もうちょっと塊として、機運としてあるかなと思ったけど、ないね。それから、動画のやつがね、シールズ関西オリジナル発信じゃないくって、誰かが素人っつったらあれけど、まあ、他の人がちょっと映したやつを見たやつなんで、若干ちょっと聞き取れなかった部分もあるし、うまく映ってない部分もあって、主張がよくわからなかったんで、あんまり影響力ないな、みたいな、まあ、感じです。ごめんね、固定版つけといてくださいね。木曜日でリセットされてるので。先島長者があることで湾岸の開発に寄与すると思いますか？それは湾岸開発が本格的になった時にどこを本拠とするかっていうんだったら、先島がって言ってる話なんで、まあ、実際動き出したらなるんじゃないです？と思いますよ。それは先島に長者がないと湾岸開発するのに、あんなもん見ながらじゃないとできないですもん。WTC 見晴らしがいいんでね、調子いい時神戸港の方まで見えますから。だから湾岸こんな風に開発されてるなっていうのを見るには一番いいと思いますよ。 WTC の中に入ったことある人やったら見てもらったら分かる。あれ、神戸港の方まで見えるんですよ、調子いい時。雲がかかってなかったりなんかしてた。だから阪神沿線の湾岸をぐわーっと見ることができんね。僕まで体験、僕はね、神戸の方から見たことがあるんで、イメージあるんやけども、あれ調子いい時はね、神戸港の近くまで見れます。そしたら港湾開発やってる時に、あ、こんな風に開発してるなっていうのはよう見えるんで、目視しながらやるにはとてもいい場所だと思いますよ。以上 行ったことがある人間から言わせれば以上です。ないよりはあった方が進むと思いますよ。離れてやるよりも。まあまあ、ということなのでね。ないよりはいいんじゃないですか。まあ、活用せなあかん話なんでね。WTC と隣の ATC は。活用せなあかん話です、あれは。なんとかね、カスみたいな感じでもね、活用していかないと、ねえ、これ、まあ、いつも見せてますけど、1190何億円使って、やっぱやっちゃった建物なんでね、やらかした建物なんで、あれ簡単に言えば、これは、よいしょ、いつものこの、お見せしますけれどもね、
どれやったかな、 WTC の写真、あ、これか。これ見てもらったら分かるんですけれども、これね、でこれがなんぼで建てたかって言ったらね、これいつも言ってますけれども、1190なんぼですかね、維新がいつも言ってるお金でいくと、これか、これね、1193億円かけてやっぱ作っちゃってるんで、もうなんとかね、使わないことにはこれ墓標になっちゃうんですよ、ただの。だから少なくとも何かでちょっとね、大阪を貢献するために使っていかなかったら、もうただの1193億円の無駄な建物になり下がってしまうんでね、もうここはなんとか使わなしゃあないところですよ、というのが大阪の政治やったっていう一つのシンボルですからね、もうこれは。だからこういう政治やめましょうっていう話を言ってるっていう話ですよ、維新が散々から言ってる話はね。160億円でマー君と契約して2年目で怪我されてしまった200円削りの。まあ、どう言ったらいいのかな、それが正しい例えになってるかどうかわからへんけれども、まあ、まだでもマー君は修理すれば、修理言うたりすれば、まだね、怪我が治れば、頑張って活躍の可能性があるかもしれへんけれども、もうこのね、WTC に関してはもう、要は、周りがこれなんでね、これ結局、この辺を開発しないことには、この WTC 自体も生きてこないし、この ATC も生きてこ、これなんて3000万本かかってますからね。これいつも。これは違うわ。今度、負の遺産の方の図だったわ。この維新の方が出してる図で言うと、どれやったっけ、あ、これか。これね。これ3065億円建てた、慣れの果てがこれですよ。これ3065億円使ってんですよ。こんなんに。だそれ考えたら、使っていかないと。大阪地震は結局カジノやらんと湾岸にホテルと会議場を作るみたい。まず失敗します、それは。それは完全に失敗します。どこに作る気なんかわからへんけれども、夢島っていうのがこういうとこなんですよ。ここ。ここ、ここ。で、大阪全体で言うとね、ここなんですよ、夢島って。わかります？ここに、ホテルや会議場を作ったところで、人が集まるかって言ったら集まりません、こんなもん。まあ、絶対無理です。こんなとこに作ってどうすんねんっつう話なんでね。ここにホテルや会議場を作ったところで、ここのホテル誰が利用すんねんっていう話になっちゃうわけですよ。それ周りに何かがなかったら無理なんで、これリゾート開発しない限りは、ここなんかわざわざ、わざわざ人が行く場所を作らなあかんわけ。こういう場所っていうのはね。あんなもんね、地形とか、人の入りとか、インフラ状態とかが何にも分かってないのに言ってんねん。ただ自民は営業能力とかがないっていうのはそういうことでね。どうやったらここに人が来ることができるのかって何も考えてないね。ホテルとなもん建てたらいいやろって、敷地が空いてるから建てるっていうだけの発想で、継続して使ってって発展するまでのことを考えない。一連の動きを考えないといけないのに、これも建てたらこんなんと一緒ですよ。さっき言ったように。これと一緒ですよ。これと一緒ですよ。これと一緒ですよ。完全に。こんな状態になるだけですよ。カジノ、ホテルと会議場だけ作るんやったら。んな意味が全くあらへん。なんで維新が成功して自民が成功するという、なんで維新が成功して自民が成功する、意味が分かる。いや、だから、やるんだったらいいんだけども、
自民の方で指し示さないかんのはね、作ったはいいけども、作った後のプラン出せっていう話。この WTC の時もそうだし、何でもそうなんやけど、立てるまでしかないねん、彼らの頭の中は。立てたら目標達成やねん、いつも。違うねん。建物というのは作った後に活用方法を考えなあかんのよ。そうしないとお金が無駄になるんです。こんなん会社でね、もういつも言ってます。会社の企画で何々建てますっていう会社の企画やったとしても、どう活用して、後のコストをどう回収していくねんだとか、ランニングコストの回収だとか、そういうことをはっきり考えた上で打ち立てないと、なんも企画通らんですよ、普通は。多分無駄金やないかっていう話になるだけで。まあ、株主にどうやって責任取んねんっていう話になるから、しっかり事業計画を立てて、株主に突っ込まれても反論できる、必ず利益を出しますよみたいな形でね、やらんといかんわけですよ。でも自民が言ってる計画ではこれ利益出ないやんっていう話で。そんなに誰がね、そんな計画に対して納得するんですかって。だから具体的な計画を立ててくれるんだったらいいですよ。今言ったように、そのホテル建てる、会議場を建てる。でもまた、例えばね、コスモスクエアの近くにですね、あれ、いつも何やったっけ、会議場あるんですよ。幕張メッセじゃなくて 何やったっけな。ここに書いてあったっけ。あ、インテックス大阪っていう、こういう建物もあんねん、大阪に。インテックス大阪。これもね、コスモスクエアから歩いてね、行ってね、すごい不便なところにあるんですけれども、これも全然ね、死んだ施設になってるんです。もう使い道なんて言ったら、資格試験の会場にするぐらいですよ、これ。インテックス大阪だって。ガランガランですよ、普段。510億円もかけといて。んなもん、離れたところに会議場を作ったって一緒です。まあそういう話ですね。先島秀さん、エネルギー管理の企業を誘致するとか、抽象的なことしか松井は言っていなかったぞ。いや、港湾開発の話もしてるはずですよ、今。もしくはマニフェストに出てます。エネルギーなんちゃらかんちゃらの誘致っていうのは、基本的にさっき言ったこの辺のね、土地を埋める政策を言ってるだけのことであって、それだけではなく、もうちょっとこの、今それはね、第一段階の話です。第一段階。今言ったこの辺に空き地があるから、ここに誘致をしないとね、もったいないでしょ。だからそれが第一段階で、そっから少しずつまたそれを中心にね、やっていく。自民党なんかこの空き地埋める方法も言うてないやん、もっと言うと。先島庁舎にバッテリー研究所の誘致の成功。そうそうそう。だからそういうのをちょっとずつちょっとずつやっていかないと、ちょっとずつちょっとずつやっていく中の段階ですよ。で、昨日も言ってたけど、今グランフロント大阪っていう北ヤードのところにね、できてますけれども、あそこには厚生労働省の、部局がなんか持ってきたんでしょ？中央から。そういうことですよ。要は少しずつですね、少しずつ、どう言ったらいいのかな、東京にある何かを削り取っていかんとやね。大阪も活性化しないんで、だから大阪はやっぱ商業の街っていうのを一つ建てた時に、中小企業のね、まあ、中小企業庁だとか、ああいうものの誘致ぐらいはやっぱやっていかないと、それはダメでしょっていうお話ですよ。造幣局ぐらいですからね、大阪のね。だから、そういうの考えたら、やっぱりね、もうちょっとその商業に関するような省庁も持ってこないことには力にはならないっていう。それずっと言うてますけれどもね。まあ、そこですよ。大事なことは。徐々です、今。徐々にやってることを、
一挙にやってないからそんな風に言うけども、徐々にやっていかんことにはこんなもんなりません。じゃあ自民の側が徐々にでも前に進む政策なんか言ってますかってことよ。徐々にでも前に進む政策言ってますかって言ったら話し合いと検討でしょ？向こうが言ってんの。あんなもんで先進みませんよ、そんな。何百年話し合いすんねんっていう話でしょ？具体策をこっちは聞いておるっていう話。うん、だからそこです。大事なことは。今ね、グランフロント、ここですね。ここやっとこのグランフロントができたこの部分。この部分に、まあ、省庁とか、今言った厚生労働省のあれが入ってるとか、昨日言ってましたよね。だから、ちょっとずつこういうものを駅前に建てて、こういうところにそういうの入れていくから、機能が増えていくっていうだけの話でね。で今度はこういう民間のビルに入った後にもっと必要になったら省庁独自のねものをやってもらうとか、それも段階ですよね。でも段階だから同州制というのに本当はやった方がいいかもしれんけど、そんなもん一挙には無理だから都構想でしょ。徐々の前段階として、だから前段階っていうのが分かってない人がいっぱいいるね。経済のことでわーって言ってくる人もそうなんやけど、前段階を踏まないと次の段階はないし、言ってることができないの。ちなみに赤いシャアは赤いシャアはの意味がわかるね。シカゴ学校を誘致するとか言っていたぞ。もうシカゴ学校山ほどあるで。シカゴ学校山ほどあんねんで。赤いシャアがバカだから何言ってんのかわからんねんけれども、じゃあ僕が教えてあげますわ。皆さんに。どこ行った？このグランフロントの北ヤードあるんですけれども、シカゴ学校はね、この通りにいっぱいあります。残念ながら。もう、シカゴ学校に関してはこの通りに密集してます。ここウィンゴ大阪っていう土日になったら馬券を買いに来るおっちゃんで溢れて、土日はないんか。まあ、土曜日もあるか。土日で馬券を買うおっちゃんが溢れているウィンゴ大阪があれば、ここシカゴ学校目白押しです。で、まだ空き手なんといっぱいあります。だからもうあんねん、ここにシカゴ学校なんて山ほど。お前ここ見てみーやって。豊中出身のおばちゃんで、北ヤード歩いてないからここにシカゴ学校がいっぱいあるの知らんのですよ。うん、もうあんねん。あんねん、あそこに。あ、専門学校置いてくる。だから WTC の周りっていう話やろ。WTC の周りなんかに専門学校置かんでも、あのね、駅前のここにね、もう山ほど、これ大阪駅ですよ。JR 大阪駅の北側のここに、シカゴ学校みんな陣取ってんねん。ここと、このエリアと、この辺に、シカゴ学校はもうすでにあんねん。駅前にシカゴ学校なんか置かへんかったら、女も生徒不便で来えへんがな。経営倒れるやん。顔出し放送せえへんよ。なんで？いつ顔出し放送するって言った？あれ、顔出し放送のタグがついてた？あ、ほんまや。ごめん。嘘。そう、これは操作ミスですごめん、操作ミスでした。次から顔出しタグ出ませんが、しません、しません、ごめんなさいはい、操作ミスです。ということなので、それ無理ですよ。専門学校はね、なんだか、専門学校を聞いてもらいたい。資格学校や専門学校っていうのは、駅前に作って、しかもみんなが行きやすい駅の前じゃないと、そんなもん無理ですよ。費用倒れで倒れます、資格学校は、生徒がちゃんと来てくれないと。こんなね、離れたところでやってもね、無理ですよ。はい。松井知事も大阪市だけ回って。いや、それはね、ちょっとやっぱり大阪府知事。だから回らへんかったら回らへんで、また文句言うやんか。大阪市ばっかり回って、大阪府を回ってない、松井知事は大阪府民を軽んじて馬鹿にしてるとか言うから、その回らなしゃあないや。
ねえ、もうしゃあないです、うん。ってことになりますんでね。あんなもん、栗原さんなんか何にも分かってないのよ。大阪の街ちゃんと歩いてないのよ。大阪の街ちゃんと歩いてないから、あの、シカゴ学校の現状とか分かってないねん。アホです。公認会計士にもなってね、会社の経営のことが分かってないんよ。残念ながら。まあ大丈夫かって言われんの。よう分からへんよ。もうすでに駅前に山ほど資格学校があります、今。で、しかも資格学校というのは、あの、便利のいい駅前じゃないと人が来ません。当たり前です、そんなもん。なもん、会社でコストや費用とか考えてること一度でもやった人間だったら当たり前の話でね。なもん、WTC 周辺なんかに資格学校を作って誰が資格取りに来んねんちゅう話やんか。なもん、大阪の駅前に、テナントあった方が人来るわっちゅう話でね。うん。もう、無理です。うん。わかってない。分かってない。もう、また無駄なお金だけが投じられるで、あんな感覚やったら。うん、まあもうね、当選した暁には偉いことになるんじゃないですかね。うん。あ、今気づいたんやけど、ツイートしてなかったから人が来ない。で、こういう時に限ってね、経済中の人が反論に来てくれたらいいのにね、来ないんだよね。来ないんだよ。の夜中のね、動画だけ見ているね、時に来るんだよね。はい。で、もうちょっと来るでしょ。ということですよ。だから、作ればいいって話ではなくて、作った後にどのように維持していくのかっていうことが、これ、問われているお話です。が、まあ、当たり前の話です。よいしょ。テレアポしてきたよ、維新の会の、もう、ぬめさん、本格的に仕事してますね。本格的にもう、維新の一員として仕事してますね。あれね、ぬめさん、撮影がなんか、ちょっとだけ何ちゅうの、隠し撮りっぽく映ってるんやけど。ツイキャスのやつって。あれ別に映してもいいところやったん？あれがちょっと、それだけ気になったんやけど。映してええんやったら、あれ映してもっとやった方がね、臨場感あっていいのにね、と思って。これが選挙活動です、みたいな。すごいね、おじちゃんと攻防してたね、維新は内輪で喧嘩ばっかりしてるから、みたいなね、話に喋ってたね、一生懸命。ね、頑張ってんね。ああいう臨場感ある放送の方が面白かった。だけどね、僕はああいうの好きなんで、もっとやってほしいですね。ああいうね、放送ないからね、他に。こう実際にビラ配って、おっちゃんが来て文句言ってくるみたいな。ああいう、やっぱりね、僕、放送の方が大事やと思いますよ。でも、駅前でビラ配ったり、凱旋して演説してるような動画なんかもうアホだって、あんなもんおもろないやんか。一番いいのはね、地の人がどういうことを思ってるかとかいうのがね、聞ける放送が大事ですよ。うん。で、あれ、ビラ配ってる時の方が一番正直に言ってくれんねん。維新はこうやって悪口言う人もおったりね。まあ、片方で自民についてね、不満持ってる人もそうやし。あ、映してもいいのだけど公開したんや。いや、だから、あれ、もっとやった方がいいと思うで。どん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 、本当に。身近な大阪の人のね、感じで。僕は、なんか、ああいうことの方が大事やと思うな。
面白ないもんね、なんかしょうもない、なんかしょうもない、なんて言ったらいいのかな、あのね、演説だけとか、あんな見るよりももっとこう大阪の人がね、どう思ってんのかとか、どういう政治にしてほしいんかとかね、そう、なんか生の声がこうリアルに出てくる放送の方がいいと思う、ね、まあ、その方がやる価値あると思うけどな。いや、地元の人はこう思ってるんやでっていうのをもっとね、全世界に配信した方がいいと思いますよね。ほんま、あのさん、またよかった、またよかったビロン。ちなみにあの場所は、やたち、あ、そうなの、いや、でもね、あのおっちゃんのね、ああいう意見大事やで。で、あそこで僕がもし言うんやったら、じゃあなんで喧嘩してるんや思いますって聞くよ。あれ、なんで喧嘩してるんや思いますって言って、おっちゃんと僕やったら対話していくわ。やり方として。なんであんな喧嘩わざわざしてると思いますって。で、そこで実は喧嘩してる理由はこうなんですよって教えてあげるんですよ。そしたら、そうなんかっていう。そういうことです。松井知事のツイッターに柳本を絡んで炎上して、あ、そうなん。大阪よくする会っての、いや、わからへん。なんなん、あれ自民の側が作ってるやつやろ、ちゃうかったっけ、自民の側が作ってるなんか会じゃなかったかな。なんかね、そもそも大阪をよくするとかそういう風なね、名前ついてんのってね、怪しいねん。こんな言ったら悪いけど。大体ああいう名前がついてるもんで、まともな会があった試しがないからね。僕から言わすと。なんかね、なんか怪しいんやと思うよ。わからんけど。テレアポノルマ1万件だそうです。ビラ配りじゃなかったら、論破したか。いや、ビラ配りでもやったい。だから、聞いてあげんねんって、話をちゃんと。こっちからわーって言うんじゃなくってね。あのおじちゃんが言ってきたんじゃ、なんで喧嘩してるんやと思いますとか聞いてあげんねん。わからへん。いや、な、実はこういう事情があってねって話するわけよ。ほら、おっちゃんも勉強になるやん。っていう、言うこと。論破せんでもええねん。わーって言ってたのに、そう、ちゃんと聞いてあげて。そういうことやる。教育ですよ、こんなん。全部。僕も今やってんのもそうやし、なんでもいろんな場所で教育をせんとあかん。政治は教育から始まる。いや、政治の教育は大人も子供も関係ないねん。みんな勉強せなあかんねん、常に。だから、そういうことで。高人の作った会ってなくなって、いや、あ、大阪明るいクラブか。どうやろう。なんかでも休止かなんかいうの書いてたような気するな、ホームページに。え、じゃあね、ビラ配りもビラ吐かさなあかん。あー、ノルマね。ノルマね。まあ、ビラのノルマってあるからな。大変やね。頑張ってね。わかるよ。わかるけど。あれ、ビラって家の中入れたらあかんやったっけ？あれ、選挙のビラってポスト、ポストやったらあかんやったっけ？別に良かったよね。自主支援と言いながら、なんでもありな大阪。まあまあね。維新が喧嘩すると必ずと言っていいほど橋本が悪いというマスコミのロジック、喧嘩は相手がいないとできないの。まあまあね。柳本栗原が大阪を豊かにする会というホームページを立ち上げる。あ、そうなん。へえ。なんか質問とかの書き込みができる？質問とかそういうなんかあのみんなの意見を書き込んだりするところはあるん、そのホームページは。どうなんかな。告知までに配らなあかん。名刺サイズの印刷物はポスト、あ、そうなんや。へえ。ポスティングできるもの、いろんな規制あるよね。だからバカな規制でしょ、それって。
だからね、本当にね、なくした方がいいと思うんやけどな。だから、馬鹿規制が多すぎんねん、公職選挙法に。時代にあって、それこそ時代にあってないんでね。ないんや。な、あれやな、へっぴり腰やな。反論は怖いから、そういうね、コメント欄とかつけないんですよ、あいつら。なんか、一方的に言やいいと思ってる。残念ながら、その5月の17日を過ぎてからね、これいつも言ってるけど、5月の17日過ぎてから、大阪市民、大阪府民、まあ、大阪市民、少なくとも大阪市民の人はね、やっぱり政治的なレベルはちょっと上がってると思いますよ。で、その政治的なレベルが上がってる中で、旧態依然とした選挙で、許してもらえるって思ってんのは、多分舐めてると思います。今もうそんなレベルで選ぶレベルじゃなくなってるやんか。じゃあ今回、例えば府知事選にね、有名人を、例えば辰巳ブタロ、ブタロさんじゃねえわ、辰巳拓郎さんとかね、擁護しようとしたけども、ああいうのを、やればね、大阪府知事選なんていうのは勝利できるなんて、いまだに思ってんねん。いまだに思ってる、そんなね、思考能力というか、そんなレベルの人間にね、真剣に考えてる側がね、負けるっていうのもあれなんで。柳本と橋本さん、松井さんのツイッターの絡みがな、だんだんそうなってきたんや。へえ、面白いね。もう、それだけやったらいいと思うよ。え？どっちやねん。ごめんね。はい。あ、そうなんや。面白いね。面白いね。YouTube の柳本明チャンネルって知ってる？まあ、嘘800のことを動画が満載だが、ダメポチか。してる人が少しは いや、でもね、それも広めんとダメですよ。柳本さんの、柳本明チャンネルが、どうかわからない。柳本明チャンネルの内容も拡散してもらわな困ることは困るんです。で、比較せんとダメなんですよ。何度も言うけど、選挙っていうのは。だから、そこの問題、大事なのは。そこの問題よ。大事なのは。大平弁護士も柳本様を応援したらしいぞ。大平先生？残念やな。じゃあ大平先生は敵になっちゃうね。大平先生なんか一番あれやで、自民に潰された人やのにな。でも応援しちゃうんやろ。まあ本当か嘘かちょっとその情報わからへんからね。どうかわからんけど。でも大平先生とかが本当にやろうとしてたのに潰されたんやで。自民党が潰したんやで。だから、それがあるのに、大平さんが応援するっていうのはちょっとわからん。まだ何があったんかわからん。ということですね。で、ヌメさんどうでもいいけど、今日の話どうなったん？ またそれは LINE で飛ばして。なんか、話ある言うてたあれ。どうなったの？ちょっと。あれ？ LINE もらってたっけ？ということですよ。一番大事なことは、そういうことなので、みんなの意見がね、本当にちゃんとなってんのかっていう、そういうふうな話です。あとは、少なくとも私のマンションにあれだけ住民投票前にはチラシが入ってたの、今回まだ1個もチラシが入ってない。それを議員さんに言ったら地域の議員さんに確認するっていうのは、まあな、人手が足りてないと思いますよ。人手が足りてないやと思います。
住民投票の時はね、多分住民投票だけに集中すればいいけど、この府知事選でしょ？規模でかいしね。人手が足りてないっていうのが、まあ基本ちゃうかな。ということですね。医師会、トラック、行政書士などなど各種団体の集まりに柳本が登場しててぞと。まあね、利権ってすごいでしょ、組織票ってすごいでしょ、これが組織票なんですよ。もうね、これが組織票なんです。柳本君の松井知事へのツイート幼稚すぎて三大政治一家の人と。あ、そうなんや。へえ。ちょっと見ますか？ちょっと見ます。ごめん、URL 貼ってもらっていい？僕がじゃあ、ちょっと、ツッコミ入れてあげますよ。ごめん、URL 貼って、ちょっと、柳本君に対する、あれ、ちょっと、僕はもうこの場で言ってあげますわ、じゃあ。しょうもないこと言ってるんでしょ、どうせ。どうせしょうもないことしか言えてないんやからね。あ、僕は柳本君の、ツイートに、リツイートしてんの知ってる？ツイッターで。ツイッターでリツイートしてんの知ってる？まあ、何人かの人に、リツイートしてもらってるんやけど、ツイッターで僕、柳本君が言ってることに、お前これ、頭おかしい、おかしいやろまで言うてへんけど、支離滅裂やないかっていうね、むちゃくちゃやないかっていうやつのリツイートしてるんで、またよかったら見といてください。あ、知ってる？むちゃくちゃやろ、あれ。もうね、憲法教育の話したんやけど、憲法教育がちゃんとなってなかったら、ああいうことを議員が平気で言っちゃうんですよね。まあ、京都、あの人、京都大学法学部じゃなかったっけ？内容ではなくって返信の仕方、友達との LINE 会とかね、ほんま、ちょっと URL 貼ってくれる？どんなんかちょっと見たいんで。でね、彼が言ってるね、僕がちょっとリツイートした理論を言うんだけれども、大阪会議、何やったっけ、都構想になると、府議会、都議、ん？区議会。で、なんちゃらかんちゃらがいっぱいあって複雑になるんだから、大阪会議と一緒やないかとかいう、ないわけのわからんこと書いてたんですよ。あれ、何やったっけ？ 何やったっけ？僕のあれを見せたらいいのか。もうね、なんかね、もう平気でね、なんか頭の悪いことを議員が言うから、ありがとうね。じゃあこれ後でちょっと貼ってお見せしましょうか。僕がまずね、柳本君に対してやったのは、あ、これね。これはちょっとこのまま僕のでお見せできるかね。やりとり。そう、ちょっとね、誰かのやつをね、あれしない。まあまあ、これね、これ見えてる？見えてるかな？これです。大阪会議が機能しないことを決めつけられるとするならば、大阪市を廃止して特別区設置したところで、特別区議会、大阪府議会、特協議会、一部事務組合議会、それぞれ話し合いをせねばならないんですよ。余計に複雑になるだけですって柳本君が言ったわけ。で、僕がこれに対して、これ論理がめちゃくちゃですと。議員にもなって統治機構の何たるかが理解できてない。ね。
憲法教育がちゃんとなされてないとこんな議員が誕生しちゃいますよね。これすごくいいリツイートしたんです。でまあこれはいいんですよ。でもう一個ね、これを言うならば何が言いたいかって言うとね、これ今でもじゃあ大阪市議会や大阪府議会、しかも国会ですよね、国は。だから市議会、府議会、国会、それぞれ話し合いしなきゃいけないじゃないですか。だから余計この言葉を借りるんだったら、国会それぞれに話し合いをせねばならなくって、余計に複雑になるっていうのと理論が一緒で、それ今だってそうやんっていう話でね、これは当たり前の話なんだけど、統治機構のレベルが違うんやから違う話なんですよ。でしょ、国会で話し合いしてるからって複雑なんですかっていう話やんか。決めてる内容が違うでしょっていうことですよ。だからどこがおかしいかは、それこそね、これはあの向こう側の言葉を借りてね、真っ当な大阪府民、市民、国民ならわかる話っていうね、かっこよく書いておきましたって。まあそういう話です。要はね、要はね、結局今のような、まあ、考え方しかできてないと、いう話なんですね。ということで、これが面白いんですかね。このって歯を磨いて寝ますって。あ、これ返事しましたよって、ここよね。ここはごめん、これがね、何なのかがようわからへんねんけど、手前の文章がわからへんので、これどれ押したらわかるの。返事しましょう。まだそんな私が返事してないの誤解を生むツイートで締めないでください。本当に松井知事意地悪いですね。やり取り続けていた仕方は互いに体調管理しながら頑張っていきましょう。あ、そうなんですか。ごめん、これだけやとちょっと分からへんね。なんやろうね。リツイート、フェイスブックに連動させてます。塾長さん連動しなかったら、連動よろしくお願いします。あ、連動に関しては、基本的には、ヌメさん、ご自身でやらないとダメですね。僕がいじれる話じゃないですね。自分のアカウントと、自分のフェイスブックのアカウントを連動させるっていうことなんで。要は変にイチャモンつけたいだけの話とちゃいますの、本気でそう思ってるならアホこの上の。まあまあまあね。いやだから要はね、なんていうのかな、その世の仕組み、統治機構の仕組みが分かってないね。政治家のくせにね、統治機構の何たるかが分かってないね。だから話がおかしいね。いつもおかしい、ね。ヘッドホンで聞いても左側からしか聞こえないんだけど、モノラルで放送してる。いや、わかんない。これ普通にステレオ用のやつ使ってる。橋本さんの強引なやり方が露見したから、自民の都構想が強引すぎるという言い分に、一理ありと思われかねないね。強引というよりも急がなあかんかったん事実です。急がなあかんかったん事実。ただね、住民投票一回やっとかへんとね、これ判断できひん話なんですよ。やっぱり政治っていうのは一回体験しないとね、伝えられない分があるから、これはもう仕方がないとは思います。住民投票をこのままいったら本当に全く一回もやらんまんま終わるとね、これ都構想について真剣に話しする場すらなかったから、市民がね。だから一回やってみて体験できたんやから、もう一回ちゃんと考えるかどうかですよ。
だって世襲様、統治機構とかよく、そうだろうね。手続きを遵守してる分のない一面がある。ああ、それは何？柳本さんがってことですかね。要するにね、要するに、いろんな政策はわかるんよ。で、いろんな政策がわかるので、これしつこく言ってるんやけれども、スローガン的な政策を言うのは別に構いませんし、それは自由なんですけれども、それをどういう手段で実現するんですかっていうことが見えてこないって話やね。で、実現方法を聞いてんのにもかかわらず、実現方法を話し合いや検討で終えちゃうのが向こう側の意見なんですよ。で、これ昨日も言ったんやけど、話し合いとか検討っていうのは、話し合いした結果、結局やりませんっていう結論だったら、やりませんっていうことで終わっちゃうわけですよ。じゃあ停滞するじゃないですか。話し合った結果、やりませんでは停滞するし、話し合いをずっと引き延ばされたら、話し合いしてる間の引き延ばしが停滞期間にもなるわけでね。こんな、なんちゅうのかな、コストかかる話はないわけよ。で、そういうことになりますよね。だから、検討とか話し合いは手段にならないね。実現するための具体策になってないね。だからあかんねんっていう話よ。だからさっき言ったそのリニアの同時開通だとか、新幹線って別に否定はしないけどね。まあ否定してない、実際自身もやりたい言ってるけれども、やる手段がないねん。じゃあ国の方にやってください、やってください、やってくださいって言ったら、実現するんかっつったら、それで何十年やってきたけど実現してないわけやんか。ダメなんですよ。グランドデザインを描かないと、うんって言わないねん。そらそうですよ。会社なんだから、JR 東海だとか、あの辺は。採算取れる事業じゃないとやりませんって、そんな。民間会社なんやから、相手は。これね、ちょっとね、自民党の側の人たちがおかしなことを言ってんのはね、リニア開通する、新幹線開通するのに、国のパイプを持ってやりますって言ってるんやけれども、国は強制的に新幹線やリニアを通せは言えません。これ完全に間違えてます。行政の命令でリニアを作れだとか、新幹線作れなんて言ったら、それ国鉄じゃないんだから無理ですよ。最終的に決定するのは民間会社ですよ。JR とか。民間会社がやるやらないの決定。で、作る作らないに関して許可とかあるから、そういうのを下ろすのは国の仕事ですよ。ね？それは用地買収するのに OK 出したりだとか、するのが国の仕事であって、作る作らないの最終決定権限は会社にあるわけでね。じゃあその会社が決定しなかったら進まへんやん、そんなもん。じゃあ、だからその会社とね、誰が交渉すんのって話を言ってるわけよ、いつも。会社で、国主導やけれども、実際作るんは会社でしょ？ JR とかでしょ？ JR だってそんなもん、命令だけではできないですよ。JR だって国の一機関じゃないんだから、国の一機関だったら国の一発 OK で、国の一発承認で動くけどね。そもそもなんで名古屋が先に通ることになったの？それは絶対名古屋は通さなあかんからでしょ？東京名古屋間は絶対に通り道になってるからね。通り道になってるから、あそこ以外に通す場所がないからでしょ？距離的なもんとして。それはよく分からへんけど。それ以外は逆にお金がかかるんだよね。
そうでしょ？ JR 東海がやるって言ったからでしょ？だから、それが問題になってね、会社が決定しない限りは動かへんので、会社の決定は原則株主総会ですよ。じゃ、JR 東海の株主がうんって言わへんかったら動かへんよ、そんな。でしょ？だから、そこまでそういうふうなことをやっていくのにね、誰が営業マンになるんですかって話を、これが手段やね。で、営業マンがいないんですよ、大阪には今、強力な。強力な営業マンがいないのに、会社が交渉して、運は、ゴーは出せんですよ、そんな。だから国の補助金も出さないので名古屋、東京独断で決めてる。だからそれは会社決定でしょ？何度も言うけど、会社決定で決めてるんでしょ？だから会社が決定するからやん、それは。会社というのは、お金がだからどっから出るかが問題やねん。自費で使うんだったらコストが一番低いところを選択します。コスト低くて効果が高いところを選択します。この当たり前の話でしょ。国から補助金出ますよ、なんだらかんだらで、補填するお金がね、自分のところで出資するものが少なかったら、そらなんぼでも命令聞きますよ。まあ命令かどうかわからへんけど、頼まれた分だけやりますけどね。最近都構想の話ばかりですねって。それはだって大阪ダブル選挙がもう来月は、もう11月22日に始まるからよ。でもう選挙期間が始まったから仕方がない仕方がないね。だからそういう話でね、 JR に話持ってって話飲まさないかんわけでしょ。憲法だから11月22日終わったぐらい、しばらくはちょっとこれです。たかだか3週間ですよ。また11月22日やから。でもね、この都構想の話っていうのは広い意味で憲法の話なんですよ。集団下校の子供たちに何億何聞いてんのって質問したら、イヤホンでこの放送を聞かせてあげた。なんか聞き、ほんまかいな。ほんまかいな。ありがとね。ありがとね。君たちのね、未来のための話をしてるんだよっていうね。ちょっと。小学生に広めといてください。ね。もう老若にゃんにょ関係ない放送ですか。もうね、別にね、小学生だって理解できるんやったら政治の話したらいいと思ってますよ。中学生や高校生の方がね、はるかにね、ちゃんと政治のことを考えれますよ、僕から言わしたら。大人の方がね、もうほんま変なしがらみとか変なね、知識ついちゃってるんでね、話を素直に聞かないんですけどね。なもん、あれですよ。子供の方がね、なもん、政治の話はね、ちゃんと聞くしね、理解できますよ。何がおかしくて何が正しいかぐらいね、子供の方が判断できますから。自民共産党はラストチャンスといった住民投票で否決廃案の後にまた都構想を言っているという理論を逆手に取るなら、二度と都構想の住民投票できない法案を新たに国会で通せばいいだけ。もちろん国政の自民と共産が協力。維新は都構想をやってほしいと民意に応えようとしてるんだけど、民意を無視するのは共産。そうそうそう。で、もう一個言うんやけど、政策なんていうのは毎回通すに決まってます。それから東京都が党とね、あれになるまでに、まああれ、ちょっと僕も資料ちゃんと見てないけど、これも橋本さんの意見だけを聞くとね、3回ぐらいチャレンジしたんでしょ？住民投票のチャレンジは3回ぐらいしてるんでしょ？だから東京だってやってんねん。それぐらいの回数。やってる。それから国の政策で言うといつも言ってるんやけど、売上税というものをね、やるって言った時に一回否決されたんですよ、売上税は。
じゃあ売上税が否決されたからと言ってそれで放置してたか言うたら、名前が消費税って変わってね、今皆さんの暮らしの中で消費税が根付いてるでしょ。それから国民総背番号制と言っていた時代ね、否決されたんですよ。国民総背番号制言うて否決になってたんだけれども、今あれでしょ、マイナンバーなるわけでしょ。だそれと一緒ですよ。じゃ国の政策に批判しろよって話やんか、先に。じゃ消費税なくせやっていうね。誕生日が投票日、忘れられへん日になるね。ちょっと、シールドの演説で漢学の粕教授が言ってた赤字600億円で、いや知らん、聞いて、直接聞いて。どうせまた臨済祭とかの話じゃないの、なんだかんだで臨済祭の話じゃないんかな、よくわからへんわ。市長か知事のどちらか負けたら議会の停滞、へきへきして府民も市民も維新を見限るかもね。まあ維新を見限るどころか大阪政治を見限るんじゃない、あの真面目な人は。維新だけを見限るとかいう話じゃないですよ。もう大阪が死にますよ。大阪が死ぬ話だから。もうそれはしゃあないです。その代わり大阪はもうあのそれこそ吉村さんが最近演説のね最初に言ってるようにね、あ夕張に向かうだけです。急速なスピードで夕張に向かってって、あれがこの大阪、あれえこれがあの大阪かっていう時代が来るだけのことですから、このまま行ったらね。臨済祭の返済資金をその以外の負債に充てて実質負債残高。臨済祭の返済資金をその以外の負債に充てて、実質負債残高を小さく見せてたって本当？自民党がね、自民党がやで、自民え塾長のフェイス FB グループどうしたんで、どういうことえどうしたんの意味が分からへんねんけど、なんか鳴ってんの FB、 ちょっと見てないから分からへんねん。あ、ありますよ、ありますよ。え、なんか鳴ってんの、にゃ、なんか別に普通にあるけど、なんかあったん？普通にあるけど。あとさっきも言ったんやけれども、何回も宣伝するけどね。ここでね、議論らしき悪口がね、勃発してるので、まあよかったら、参加するなり、覗くなり、見に来てください。コメント欄の方ね。コメント欄の方で、なんか、大人の喧嘩が始まってる。大人の喧嘩が始まってるんで、よかったら見に来てください。はい。ここに来てる人って、毎回ほとんど同じだから、塾長が放送したことで、結果って、結果変わるかな。放送ったことで結果って変わるかな。まあ結果が変わるかどうかっていうことよりも、確実に広がってはいます。ちょっとずつ。だってうちの放送だってそんなもん誰も聞いてなかった時代があったわけでね。で、都構想のことになって都構想を延々やってる中で、ちょっとずつ増えてきて、でほんまか嘘か知らへんけど、大阪北区の区役所の職員も聞いてたみたいとかね、まあいろいろ言われてるんで、まあまあ徐々に広がってるんじゃないですか、一般市民の人に。まあだから、なんて言ったらいいのかな、徐々に広まるもんなんで、広まったら変わるだろうし、都構想のことについてちゃんと喋ってんのうちぐらいなんでね。
だから、まあ、あれじゃないの？まともな話が聞きたい人はうちの放送聞いたらいいじゃんっていうことで、とんでもない放送とか、しょうもない放送聞きたかったら他行きゃいいんやけど、まあそこですよ。で、今実際にこの右にいてるヌメさんとかは実際に動いてる人なんでね。まあそうやって徐々に変わるんですよ、政治っていうのは。一挙には変わらない。ロム線もいる。そう、ロム線の人もめっちゃいるからね。ロム線の人が増えた。本当に増えた。で、うちの放送っていうのはね、コメント書く人、だから、よその放送ほどみんなコメント書いてくれないね。うん。人数多い割にはコメント書いてくれなかったりするんで、どっちがいいのかよくわからへんねんけどね。うん。まあまあまあいいですわ。うん。Facebook とかにも放送の動画貼って広げたりしてるから、まあそんなんちょこ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 見て、なんていうのかな、思うところがある人は思うだろうし、みたいな感じですよ。いろいろです。ん？だって、勝利君だって、ちゃんと喋ってるやろ、うん。この放送がきっかけで自信持って維新のボランティアに行けた。ああ、ほらほら。だからこういう人もいてるんで。うん。だからね、肩身が狭いんですよ、皆さん。あ、FB のコミにルール無視の投稿が増えた。ああ、まあ、まあ、削除していくよ。削除していくよ、どん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 。で、そのうちブロックしていくよ。うん、今ちょっとね、Facebook いじる暇がないね。ごめんね。まあ、11月22日まではええかなって思って。ちょっと。僕もね、忙しいしね、毎日ね、明日がどうなるかわからん状況になってて、で、今もちょっとね、仕事先からメール飛んできて、明日入れっていう仕事が、明日入らなくてもいいよみたいな話になって、ないやねんみたいな。このね、毎日ね、スケジュールがわからんの、明日の。うん、外出します、ログもします。ぬめさん、どうでもいいねんけど、今日どうするんどうするん？また連絡ちょうだいね。僕、動ける時間が決まってるから、言ってくれないと動けないですよ。まあ、ごめん。ちょっと個人的な話でした。反アビをシールズ使ってガス抜きする SNS 世論形成をするため雇われた部隊。ん？反アビシールズを使ってガス抜きする SNS 世論形成をする雇われた部隊。駅前で演説して反してほぼ共産のバイト。バイトじゃないですね。仕事です。仕事。シールズ来た。出た。シールズ用語の人ですか？いやー、待ってたんですよ。教育してあげようと思って。シールズを抽象してるんじゃなくって、シールズ関西の人たちがお勉強できてないよねっていう話をしてんの。お勉強できてないよねって言うから、ちゃんと教育してあげるよっていう放送。ネトウヨじゃないですよ。シールズ色決めてなかったな。これ行こうか。いやー、待ってましたよ。あなたのような方を。言ってることがむちゃくちゃやっていう話をしてんのよ。分かってないっていう。だから、抽象じゃなくって、お勉強不足だよねって学生なのにって言ってるだけ。大学行ってもっとちゃんと勉強しなさいよって言ってるだけよ。うん。じゃあ何が無茶苦茶なの？じゃあ言ってみ。何が無茶苦茶なの？シールズが言ってるホームページの書き込みの方が無茶苦茶やで。うん。いや、待ってたから。もうこのために開けてる放送やから待ってましたからね。うん。いやいやいや、ああ、戦争とか言ってるし。まあもうこうやって話聞かへんやろ？終わってしまって。終わってしまって。ああ。だから、都構想の話しようとしてんのに、なんで戦争の話になってんのっていう時点で、頭悪いやん。
頭悪いやん。まだ戦争とか言ってるし。うん。ああ、みんなのせいやわ。みんなのせいで逃げたわ。ね。だから話でけへん。逃げてしまう。はぐれメタルだ。あ、はぐれメタル色にしたからな。ねえ、みんな結構いてんねやん。なんでロムってんのよ。何ロムってんのよ、元気になって。ちょ、また連れてきて、誰か。誰か連れてきて、もう。ぬめさん、さよなら、兵士に来ただけかい。経験値全然入ってないわ、これ、はぐれメタルやのに。あ、そう、逃げたからな。ほら、みんなが書き込みするからランクが上がるのに、書き込みがないからランクが上がらへんで。そんで、またこれで、ね。ちょ、シールズ呼んできてよ、もう。ま、頼むわ。皆さん、鬱憤があったでしょ、シールズに対して。だから僕がちゃんと教育してあげるから。あの、大阪のダブル選挙に関してやけどね。安保に関しては別にやってもいいと思ってるから、別にあれで頑張ったらええのに。要は大阪の選挙のことについて何も分かってへんのに、むちゃくちゃやって言ってるから、言ってあげてるんですね。いや、もう、むちゃくちゃやったわ。はぐれメタルに逃げられたわ。今の人がほんまにシールズ用語かどうかな。どうやったら来るかなって。だから、シールズの人たちの、あの、ツイッターだとか、あの辺に、ここに来いって言ってよ。もう何でもええから。だから、もうタイトルもこれにしてるし、ね、YouTube にも動画上げてるし、で、来てくれたらいいのにね。いや、どこでもいいんですよ。別に YouTube のコメントでもいいしね。ここでもいいし、Twitter でも反論来てくれたらいいんやけれども、全く来ない。夜とつあかん。夜とつあかん、金マン。もう今しかあかん。来るんやったらもう今しかあかん。夜は無理。夜放送できひんねん、ちょっと。やんごとなき事情があって。で、できるかもしれへんけど、できない可能性の方が高い。すまぬ。Z 特会のトップとシールズのトップは裏で阿部と、知らんて。知らんて。聞こうなって、そういうこと。わからへんもん。わからへん。陰謀の域を超えないんじゃない？放送日と時間告知、あ、でもな、放送日と時間とか、まあ、来週の月曜日の予約入れてるやろ？今、ニコ生で。だから、来週の月曜日の昼はいける。分かった、一生、仕事中です。そうやろ？そうやろ？まあ、ちょくちょく来て。ちょくちょく来て。喋れるときは、だから夜中もね、できるときとできへんときがあんねん。で、今日絶対できないとも言えないし、できるとも言えへんねんか。で、その日になってみないと分からへん。もう僕ね、3時間先のスケジュールがどうなるか分からへんねん、今。それだけちょっと言い訳しとく。3時間先のスケジュールが読めないねん。対等な通話形式がいい。いや、でも僕、教育者なんでね。学生。ちょくちょく来て。ちょくちょく来て。ありがとう。もう少し塾長さんの過去放送を聞いてから、そうやね。過去放送を聞いてから来い。他人から与えられた資料を鵜呑みにして、非難展開してる時点でダメだろう。ね。そうなんですよ。だからね、じゃあだから自分で勉強せえって言って、僕は何回も言うけど、自分で勉強したからね、大阪のことについて。で、もう、
あんまり年がバレちゃうんで言わないけれども、今からうん十年前に大阪がひどいことになってることを知ったわけよ。うん、で、変えなあかんなって思ったから言ってるだけでね。僕だって大学の時ですよ、勉強したん。だからできるはずなのよ。今のシールズの人たちだ。大学生でしょ？だって。学校で何やってんのって。もっと真剣に勉強せえやって言いたいだけ。資料とか何見たら分からへんに、何見たらいいんか分からへんかって教えてあげるから。うん。吉村くん厳しくない？維新が常に4対6で厳しいです。吉村くんが厳しいんじゃなくって、常に4対6で厳しい。それは相手の組織力と嘘800の方が分かりやすいからね。厳しいですよ。正しいことをやろうと思うと常に厳しいですよ。うん、あたえ、大阪自民とサドルが手を組んでることが明らか。あ、そうなの。へえ。吉村君テレビ、いや今日出るやん。今日また出るでしょ。うん。あのね、テレビに出まくらないとって言うけれども、ちょっとそれは語弊があってね、テレビに出る出ないはテレビ局が決めることやねん。で、テレビ局が出る、出すって言えない限り、こっちが出たいって言ったって出れないわけよ。で、これね、間違ってんのは、維新の側は常にテレビに出るって言ってんねん、どんな時でも。どんな時にもテレビ出るっつってんのに、拒否ってんのはテレビのキー局が拒否ってんのよ。なるべく維新を出したくないのよ、なんか知らんねんけど。出したら出したで維新批判をしたいんですよ。だそれがね、なんかちょっと体質的におかしくってね。だからそこだけですよ。だから別に24時間テレビに出ろって言ったら出ますよ、多分。維新の側はいつだって出て喋ってやるっていうのがあるんやけど、これテレビ局が呼びたがらへんの。で、報道はここに来てやっと大阪、まあ選挙やのに候補者呼ばへんっていうわけにはいかへんから、でもこれも多分ね、だいぶ大阪の住民投票の時にみんながやんややんや割と言ったから、まだ実現してる方やで。あの、住民投票の時と比べたら。住民投票の時と比べたら、まだ結構、あの、選挙の前からテレビ出てるやんか。だから、まだ出てる方ですよ、これで。これ、なかったもん、住民投票の時、全然。そうそう、片方だけ出すわけにもいかないとかいうのがあるんでね。大阪一周の一人マラソンで売名する作戦は、いや、それはね、多分、無理です。ちゅうか、もう終わってん。大阪マラソン。視聴率取れるんだから出したらいい。うん、そうやと思いますよ、うん。目立つ企画ってね、選挙中にそれできない。あとね、公職選挙法と絡みがあってね、選挙に関することであんまり派手な企画はね、例えば立てれなかったはずです。で、今言ってるようなことの制限も公職選挙法がやっちゃってんねん。だからできひんねん。だからおかしいって言ってるんでね。多分できないはずです。あの、公職選挙法で禁止のはずですよ。そういう派手なもんとかは。だから今言うんだったら、そうそう、 NHK を焚きつけるだとか、そういうことやっていかんと仕方がない。なんでやらへんねんって、みんながワン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 テレビ局に電話してくれないとダメですよ。なんでこの大事な時にテレビでね、しょうもない番組だけやってね、選挙に関するこれをやらないんだって言って、やんやん言わんとダメですよ、大阪市民や大阪府民が。本来マスコミっていうのはそういうことのためにあるんでね、別にしょうもないひな壇芸人の番組見るためにあるんじゃなくってさ、こういう時のためにあるんですよ。で、いうことです。だからそういうことを踏まえていくとね、僕がいつも言ってんのは、その皆さんの一人一人がもうジャーナリストになるしかないね、今は。この在阪のテレビ局に対抗しようと思うんだったら、
自分たちがジャーナリストにならなあかんわけで、昔は自分だけがジャーナリストになっても力が弱かったんだけど、ね、こっちにいるのめさんにも言ったけどさ、今配信できるわけやん、無料で。ツイッターのアカウントとか、まあ、フェイスブックのアカウントさえ使えばね、無料でね、配信できることがいっぱいあるわけよ。だから、そういうのを使ってね、自分たちが発信しないとあかん時代ですって。そうせなみんなに届かないよ、うん。大阪中でみんなが配信してるっていう風になったら変わるで、そら。当然やけど。だからそういうことなんで、だから昨日もね、誰やったかな、一人ツイキャスで、僕が書き込みした後に、わーっと、いつもこの放送来てくれてる人が現場に行くからって言った時に、僕は維新のチャンネルのところで、じゃあ配信してって言ったもん。個人レベルで配信していかないとダメですって。それは、うん、そういうふうなことをやっていって、国民全員がね、選挙には重要やと思ってるし、配信までするぐらいやと。で、自分で配信したら自分のコメントも載せれるでしょ、生声で。だから、そういうことやっていかなあかんねんって、もう日本はそろそろ。だから、しょうもない選挙しかないんですよ。この前もね、僕、まあ、昨日ちょっと枚方の方で仕事あったからね、枚方の帰り行ったらね、その向こう陣営の応援のおじいちゃんいましたよ。おじいちゃん何言ってんのか言うたらね、11月22日大阪府知事選挙って言うんですよ。そしたら周りにおじいちゃんたちが、栗原貴子、栗原貴子、よろしくお願いしますっていうような街頭を、まあ、ずっとやってるわけ。未だこんなことやってるんや、みたいなね。もう、笑けてね。栗原貴子、栗原貴子、よろしくお願いします、いうだけのおじいちゃんがおるわけよ。ね、もうね、笑ってしまってね。だからそういう状況なんでね、もっと中身のあるさ。そうそう、タカちゃんさんのことね。ああいう風な感じでね、やらんとダメですよ。個人目線からいろんな配信を。で、今みんな武器があるんだから。で、まあちょっとニコニコはね、有料じゃないと放送できないからあれなんだけど、他のところだったらね、無料でできるのあるじゃない。だから、それでね、やるべきなんですよ。で、あそこでも配信してる、ここでも配信してるっていうのがわーっとなってってね、もう日本、大阪市民全員がジャーナリストであり、大阪府民全員がジャーナリストになってるよっていうふうになったら政治変わりますって。で、これが今度広がっていって、日本国民全員がジャーナリストだってなればね、そら政治家は無視しないですよ。大変やって思いますよ。嘘も何にも暴露されていくんやから、これから。だからそういうふうなことが民主主義では大事でね、やっていかなあかんのですよ。ね、まあよかったら枚方市駅、京阪の枚方市駅の前にね、平日行ってみてください。面白かったわ。ね、次の移動までの時間がなかったらね、おじいちゃんと喋ったろかなとも一瞬思ったんやけど、おじいちゃんと喋ってるとこ配信したろかなとも思ったんやけどね、まあ、ちょっとそれがね、時間がなくてできなかったんで、あれなんだけど、まあ、大阪は駅前でいろんなね、選挙戦始まってますから、面白いですけどね。うぐいすおじいちゃん、うぐいすおじいちゃんでしたよ。ほんでね、もうね、なんかね、どう言ったらいいのかな、旧態依然とした選挙やなと思って、名前だけ連呼しているっていう、内容ぐらいなんかあるんかな思ったけどね。だから理解してないね、やっぱり選挙を理解せんと、いや理解しないまんま名前を連呼する政治をずっとやってきて、おじいちゃんレベルの人と、おじいちゃん世代の人はみんなそうなんですよ。今もこんな状況になってんのに、あんなとこに維新の人がわーってきてやりだしたら一発で終わんのになって思ってね、見てました。腹立つのが、都構想廃案後にメディアが都構想は良いって報道してたけど、最近都構想反対の報道、そうやね、
頭おかしいでしょ。だからマスメディアも守備一貫してないんですよ。だからそこがおかしな話。まあ守備一貫することはないんだけれども、寄りすぎ。あとね、都構想が何が悪いんかを言えてないね、実はみんな。都構想の悪いところをじゃあ指摘してみって言っても指摘できへんねん。僕はいつも言ってんのは、都構想のどこが問題なんを指摘してみって言ってんのに、指摘できてる人おらへんやんか今。そういう問題なんで、ね、大阪会議一つにしたってね、おかしいだらけやんか。その話をしてんのに、そこがちゃんとクリアにできてないんだったら、反対陣営って言ってもそらもうアホですよとしか言いようがない。残念ながらね。共産党に言われるがままかわいそうな人、だと思いますよ。踊らされてんね、みんな。既成政党を応援する人たちは踊らされてるからね、もうちょっと考えた方がいいよっていう。もうちょっとだけ考えましょうよ。というお話です。メディアご都合集団、はい。すいません。あとね、もう一回枠取りますが、これでラストになります。ちょっとね、30分丸々できるかどうかわからんけどね。途中であれなったらごめんなさい。ちょっと時間今見計らって、出ていく時間にちょっとかかってきて、無理やったら途中で切りますんで。はい。申し訳ないです。大阪市の税収を府が使えるようになるって言ってるけど、今だって一緒やからね。今だって一緒やからね。大阪市の税収って言ってるけど、大阪市の税収の中で大阪府に行くのは広域行政の分ですよ。何度も言うけど、大阪市が担ってた広域行政の分のお金が大阪府に行くだけの話でね。で、広域行政の分で大阪府の方でそれが移管されても、その部分のお金は大阪市に使わなあかんわけなんで、一緒なんですよ。あと普通に、基礎自治体としてのお金は大阪市に落ちるしね。一緒ですって。だからそこはよく分かってない。もう一個は大阪市民だって大阪府民なんで。大阪府が大阪市民のことを考えないでお金は使いません。よその他府県知らんけどね。それが分かってないと言います。だからこれ弱点でも何でもなくって、そうなるだけですよ。管轄が変わるんで、管轄が変わった分、今までで使ってたお金をそっちに移すだけの話でね。府議会がいつか勝手に変えるよねっていう、府議会の過半数を担ってんのは維新じゃないですよ。塾上が昨日突然出現したんで驚き、出先で見てたから。出先で見てたんで、で、変な人出てきたやんか。変な人出てきたから、いじったら面白いなと思ってコメントしたんで。あの人相手にコメントしてるんだね。変な人がおったからね。おったやん、なんか。何言ってんやろ、この人って思って。ちゃんと言ってやれ。とりあえずごめんなさい、ニコニコもこれで終わりますし、これ終わったら終わりますね。お仕事行かないとダメなんで。だから未だに言う人いてるよね。分かってない、仕組みが分かってない人がいっぱいいてる。で、何回も言うけど、ヌメさん今日どうすんの？もうええの？
もうええの。仕事終わったら帰るで、僕。仕事終わったら帰るよ、じゃあ。明日の仕事はどうなったんよ、これ。本当にな、みんなちゃんと仕事やって。あれ、なんでコメント来ない？累計来場者だけどんどん増えてるのになんでコメント来ないねんっていうね。わからんわ、この放送。なんでやろうね。あれ？これいけてるよね。よいしょ。全然コメントが来ないっていう。僕はあの維新の公式のあのツイキャスにコメントしたの初めてですよ。コメントしたの初めて。枠またぎだな、そんな。次世代支持者が流れてきてるね。あ、そうなの。ごめんなさい。まあ、あのね、これで終わります。LINE でいいですか？変えるのが待って。あ、わかったわかった。ね、ちょっと、あの、ちゃんと連絡くださいね。総裁のね、最近あの家の方にね、遅くなるとき遅くならへん、あ、遅くなる言わへんとね、あの捜索願い出すって怒られてる、この前怒られちゃったんで、ね、あの遅くなるときにはもう遅くなる言うとかんとね、あかん、よろしくお願いしますね。えよいしょ。次世代は平沼の影響力、なんか平沼さんかなんかが自民に戻ったって噂聞いたんやけど、あれほんまなんですかね。元気にする、知らん知らん、もう分からん、向こうに聞いてよ。向こうに聞いても分からへん。あのね、僕の放送の中で栗原さんの話とか柳本さんとか個人がどう考えてるか知らんからね、分からんから。別に諜報機関ではないんで、うち。京橋の演説は中継しますか？今日？しないしない。ごめん、しない。完全にあの時間中に仕事やってるので無理です。ごめん。先月復党したん。え、もうだから次世代から平沼さんがいなくなったって話だよね。でも次世代の党なんてフラッグシップ掲げる人おらへんやん。栗原も演説持つしてほしいわ。中川さん上手に反維新の受け皿になって票を分散させてん、ね、あ、そうなん、あの北区の。創作願いってどんな、いやいや、じゃあね、じゃあね、あの黙ってね、出て行っててね、めっちゃ怒られてる。まあいいんですけど。和田ちゃんも自民に入れないか。あ、そうなんや。へぇ。そうですか。いや、だからさっきのね、ちょっと話言いますね。もう時間がないんであれなんですけど、負の方にお金が行く行くってよく言われてるんですけど、それは公益行政の権限を大阪市が握ってんのをね、大阪府の方に入れるから、それは権限が府の方に行くに決まってるし、税収がその分そっちに行きますよ。っていうのは、それはそうですよね。ただ、そのお金っていうのは当たり前なんですけれども、あの、大阪市域の運営のためにいるね。要は、これでしょ？前、維新が用出してたこれでしょ？この部分のお金がね、こっちに移るからね、そら、この人たちが、公益行政の分で使ってたお金をね、こっちに使うのは、それは当然ですよ。で、基礎自治体としてのお金は、これそのまま下りますから一緒ですよ。こんなん別に大阪市以外だって、それこそ枚方だとか豊中とか、こう普通にこうなってますよ。で、公益行政の税金は、府の方に納めてますよ。で、今まで大阪市っていうのは、これ、両方ダブルで公益行政のお金は、納めてたのが合体するので、合体した分がこっちに使うというのは、それは普通ですよ、ね、よう分からない。期日前投票、あ、彼のお疲れさん、無事できてよかったですね。
また市長選挙もあるからね。自民党の演説にツッコミを入れてほしい。ただね、自民党の演説ってね、ツッコミを入れるだけの内容がないね。だからどうやって財源を確保するのっていうツッコミしかできへんねん。で、どうやって財源考えてるのっていうことには答えないから先に進まへんのよ。もうその時点で大問題やからさ、やるやる詐欺なんで。昨日大阪の勉強会中継でざまあ見やがれっていうのがすごい。え、どういうこと？それよく分からへん。大阪の勉強会中継っていうのが一体何なんかがよく分からへん。まあどんなこと言ってたのかもよく分かんないんで。はい。ダブル戦で維新が勝つと便乗議員が集まる政党交付金が、あれですか？国政政党の方の話ですか？国政政党の方はね、ちょっと何言われたってよく分からへん。分からへんのじゃなくって、それまた別の話なんでね。昨日大阪の、藤井綿がも大阪市の財政が大阪府の借金返済に流用されるかのような印象操作。そうならないって言ってるのが分からないってことだね。柳本の財源は全体を見てってどういう意味？だから分からへん。だから分からへんねんって。だからもう聞いてくださいって皆さん直接にツイッターで。もう直接みんな柳本さんに聞いてくださいって。僕も知りたいぐらいですから。だからあんたの言ってること意味が分からんから、具体的に言ってくれって話やん。ずっと具体的に言ってくる。全体見てとか話し合って都度検討とか言ってんねんけど、いやだから財源どうすんのって。次の参院選で連合野党に反して独自候補を立てる、野党票が割れる、安倍自民が有利。いや知らんわもん。だからこのダブル選挙が絶対もうええんちゃう。もうそんな貧相な発想で、まだ府にお金がする。いやシールズ関西が言ってるから。シールズ関西とサドルやったっけ、サドル関西かなんかが同じ主張してる。もう何時代の話やねんっていうことを言ってるよ彼ら。勉強してないから頭悪いんで。まだ言ってるよ。聞いても答えてくれへん。事務所行き、事務所。事務所に電話や、事務所に。事務所に電話や、でも。だから事務所に電話よ。昨日ツイッターで松井大学がやり合ってたけど、ここでのアンチとのやりとりとまさに一緒やな。答えにならない、それをシールズ関西に行って質問してもらう。ああ、まあ、それでもいいけどね。サドルは共産党から運動資金だからもうサドルに聞いてて聞いてて、あの何度も言うけど僕ね CIA でも何でもないんで分かんないです。公安でも CIA でも何でもないんで分からんので、直接聞いてください皆さん。あのツイッターとかあるんやから向こうも。直接聞いてください。大阪に住民票を移してまで応援プロする市民。だから大阪にね、住民票を移したって無理やで。3ヶ月は済まんとあかんから。あの、投票権得るには。急に住民票を移したって、選挙票消えへんで。要、何をやろうとしてるのかよく分からへんねんけどね。橋本が JK 泣かせたってついで映像拡散してるから見たら府知事時代の話だ。あのね、その話教えてあげるんですけど答え。あのね、
あれは、私立高校に補助金を無条件で払うっていうことに関しては、もうやりませんって言ったんですよ。で、それなんでやんないかって言ったら、それはね、文楽とかいろんなところに、毎年何億も、無条件で入れてんのはおかしいっていう政策はそもそもあったから、それは私立高校だって当然ですよっていう話が一つね。だけれども、収入が少なくって、私立高校に入りたいのに入れない子供に関しては、ちゃんと授業料の免除とかね、そういう政策は取ったんですよ。で、今すでに実行されてるんです。だから、もし彼らに言うんだったら、じゃあ私立の授業料無償化についてどう考えてんねんって突っ込んでください。これ、共産党もやらへんかったんやでって言って。で、今この制度使って入れてる子がいっぱいいるねん、高校に。これ止めるんかって言っといてください。黙りますから。以上。だから、学校にお金を入れる必要はないわけやん。橋本さんこだわったのは、所得によって考えてあげましょうっていう制度にするべきだって言ってる。だから、この前の一人親政策うんぬんかんぬんで、話し合いしてたでしょ。誰やったっけ？誰やったっけ？五体不満足の誰だったっけ？と、やり合ってたやんか。あそこと話と一緒でね。所得制限をかけましょうよっていう話。乙武くんとね、一人親政策、一人親っていうパッケージでくくるんじゃなくって、所得によって困ってる人を救ってあげる政策が大事じゃないですかっていうのが、橋本さんの基本理念なんで、いや、そらそうでしょうということ。だから、無条件に私立に金入れるんじゃなくってね、その私立高校受かったんだけれども、お金がない。そういう生徒を個人個人フォローしてあげる方が大事でしょうっていうことを言いたかったのに、まあそれ泣いちゃった彼女はそこまでがちょっとわからなかった。それだけのこと。今実際授業料無償化にしてるからノープロブレムです。所得によって授業料を無償にしてるからノープロブレムの話でしょ。そういうことです。だから、シールズやサドルや、そいつらには言うんで、おそらく彼らの中に、授業料無償化によってね、今、大学生に慣れてる子がいるはずやねん。この8年間ずっとそれやってるから。じゃあ、その恩恵に関してはどう考えてんのってことですよ。それ、府民のお金で君らいけてるんやでっていう。というのを言っといてください。なんでみんな、ああ、でけへんねん。乙武さんは乙武さんでちゃんと勉強して知識があるから、話が噛むんですよ。だから、橋本さんのところで、あ、自分ちょっと勘違いしてましたっていうツイートがあったりとかしてたでしょ。だけれども、僕が思うのは、やっぱりね、所得によっての制限にするべきで、パッケージで考えるべきではないと思いますっていうこと言ってたじゃないですか。あれはいい話なんです。ああいうことなんですよ。だから議論する。で、お互いにちゃんと本気で考えてる人たちがね、話し合いをすると、いい着地点って絶対出てくるんだよ。別に悪いことしようと思ってるわけじゃないんで。よくするんだけれども、弱点があるので、その弱点をどうやって補いましょうかっていうのが議論なんです。本来はね。だから、それは両方とも良いことをやりましょうという前提があるから話がまとまるんであって、自民党とかなんでまとまらへんか言うたら、利権という自分たちの我欲のために政治を利用しようとしているところの言うことを自民、共産、民主、公明が聞こうとしてるからおかしくなってる。それだけのことです。だからそこをね、ちゃんと言わないと、ダメだよねっていうことです。それぐらいの思考力はね、大学生になったんだったらしなさいよって話ですよ。それぐらいの勉強はできますよ。このも偏差値関係ないし、大学名も関係ないですよ。勉強しようとする意欲があったら誰だってできることやねんから、それぐらいの勉強せえっていうね。
金もらって勉強してないの？お金がなくって勉強できなくって大学諦めてる子がいっぱいおるんやで。いっぱいおる中で、君ら大学行けてるんやったら真剣に勉強せえって言ってください。もうね、奨学金が優秀化になっちゃってね、大変な中で、ほんま大学諦めてる子もいっぱいいてる中でね、勉強したいのに、そこがあってちょっと無理な子もいっぱいおるんですよ。入ったんだけれども無理とかね。そんな中、何遊んでんねんっていう。何遊んでんねんって言ってきてください。ツイッターに書き込むのめんどくさいんで、放送してみる。放送の方が言いたいこといっぱい言えるから。だからこれ拡散してください。この放送を拡散してくれたらあれだけのことで。で、僕の言ってることに反論があるんやったら来なさい、ここにって言ってるだけです。教育してあげます。そうでしょ？働いて夜学にね、行ってる人とかもいるんだから。一生懸命勉強しててね、そういう人もいるんでね。何を遊んでんねんって。しょうもない しょうもない。言った主張が的いてるんやったらいいけどね、少しは勉強してから喋れって何度も言うけど。君たち勉強して、大阪の歴史が軽くでも勉強したから来い。それだけです。ということでね ということでね、大学生には厳しい。僕ね、受験生とかには優しいんですよ。受験生とかね、勉強一生懸命やるけどね、成績上がらないとか、それ助けてあげなきゃいけないんやけども、大学生には厳しいですから。もう大学生にはもう罵倒しますからね、いつもね。何をやっとんねんと。毎日学校行けと。勉強せえって。朝から晩までびっちり授業入れて勉強せえって言ってます。報告尋ね、投票の前に大阪維新の会の公式広告の維新プレス本日受け取り読んでからと。広めてくださいね。全員が入れんでもええねん。入れる機会があれば。そうそうそう。読売テレビ山川記者、維新嫌いなのか、天で不公平な発言。大阪のね、マスコミのキー局がみんな嫌いやねん。みんなが嫌いやねん。みんな嫌いやねん。みんな嫌い。みんな嫌い。だから一緒です。まあ、だから長谷川さんぐらいじゃないですか、テレビ大阪の。テレビ大阪の長谷川さんぐらいです。まだちゃんとほぼ公平に言ってるのは。藤井君に対して文句の批判を書いた唯一のアナウンサーというかキャスターが長谷川さんぐらいですからね。長谷川さんのブログに書いてます、藤井さんへの悪口。悪口というか批判。お前、一回でも大阪会議の現場来たんかって書いてましたよね。あれが一番面白かった。怒ってましたよ、長谷川さん。どんなん言うんやと、お前、一回でも大阪会議見に来たんかって言って、少なくとも見てないぞって怒ってましたよ。まあ、そらそうでしょ。都構想は否決されたんですよ、連呼。否決されたものを再提出して、なんでね、都構想に、さっきも言ったけど、なんで都構想だけ否決されたら二度と上げたらあかんみたいなことを言うんやろうね。ね、さっきも言ったんやけども、この国は売上税というものが否決されました。国民総背番号制というものも否決されました。でも今皆さんのところには消費税という形で制度があり、今年からマイナンバーという制度で始まるわけでしょ。もう一つ、東京都の特制度。これだって過去3回だったかな。住民投票をかけて、まあ結果全部ダメだったんだけれども、何回も何回も特構想にしようということで制度やってんね、あの時代だって。
なんで今回の都構想だけ1回しかあかんねんっていうのかがわけわからへん。バカかっていうだけでしょ。じゃあもっと消費税のこととかマイナンバーのことだって言えやっちゅう話でしょ。1回否決されたんやからおかしいってだからね、言ってることがおかしいんです。だからね、結局ね、分かってないね。政治というものは分かってないし、まだまだおこちゃまなんですよ、皆さん頭がね。政治に関する。だから民主主義がまだ成熟してないっていうのはそういうことで、おこちゃまや。橋本さん、まだ二重行政はないと言っている。あ、柳本さんね。ないない、世論調査で1位にならない。大阪会議で進んでないから、そんでほっといたらええねんという頭。都構想が実現するまで言い続けるってはっきり言ったらええ。まあまあまあ、それは一つあると思うのね。言ってやってください、維新。根性見せろと。大阪会議が進んでないから休んでほっといたらええってどうやったんでしょうね。ねえ。めちゃくちゃです。はい。さあ、そういうことでね、ごめんなさい。ちょっとね、僕もね、仕事の時間が近づいてきたので、あと2分ぐらいしたら、ちょっと25分まででちょっと終了しますね。あと3分。ごめんなさいね。ちょっと30分やりきれなさったな。やっぱりね、大阪会議の代替案として都構想をって言うてるやん。そう。いや、そもそも大阪会議の代替案で都構想という前に、都構想の代替案を大阪会議やって言い続けたんですよ、向こうの人たちは。ほんで大阪都構想が否決されたら、大阪会議は都構想の対案やないって言い出して、もうどんな論理やねんって。分からへん。花屋くんとかが言ってるんですけどね。もうお前の頭が分からんわっていう。さらにバージョンアップを3年後に出すから、この話僕いつも言うてるんですけれども、行政の世界では日にちを変えたりしただけで違う書類になりますから。行政への申請書類というのは、日にち変えただけで内容が全く一緒でも別のもんやね。日にちさえ変えればね、別のもんになるんです。知らんのねっていう。はい。ということで、あと20、あと30秒かな。はい。ということで、終わりたいと思います。ね。はい。ということで、ありがとうございました。いえ、大阪会議は代案です。代案。一緒やっちゅうね。はい。阪維新は住民投票で、玉出し尽くしたな。まあ、玉なんかどうかわからへんけどね。玉にもなってんのかどうかわからんけどね。また、はい、またちょっとね、機会があれば、まあ今日の晩はちょっと難しいですが、またあの機会があればお話しします。あのね、まだ見切れてない動画はね、ぼち、あのちょいちょい見ますんで、まず、ただね、夜中の動画やってる時にね、反対派の人がね、うわっと来んねん、いつも。で、僕はこうやって喋ってる時けえへんねん。で、さっきもちょっと来て頑張ろうって思ったら逃げよったやろ。どうなんやねん。まあまあいいですけどね。はい、ということで、ありがとうございました、皆さんね。この後皆さん、ご無事で一日お過ごしいただけたらと思います。はい、それではどうもありがとうございました。はい、ということで、YouTube ご覧の皆さんも、皆さんありがとうございました。ね、時間早いですね。1時間15分ぐらいでした。はい、ということで、皆さんどうもありがとうございました。また、創作願いです。はいはい。今日はもう家で言うときます。はい。なあね、どうもありがとうございました。